さあリーグ表を確認してみましょう。アルゼンチン、ポルトガルに3対0で勝利。なるほど。1位ベルギー、2位アルゼンチン、日本は4位ですね。これ何位までに入ればいいのかな。2位でも突破できるのかな。多分そうだと思いますね。とにかくでも1試合負けてしまいましたから、もう後がありません。行こう。さあ試合開始だ。美咲くん、右サイドを上がっていけ。4人に囲まれた。パス。新田くんだ。新田くんいるか、前に。あ、横にいる。新田くんにパス。おっと、美咲くんいきなり敵の洗礼を浴びる。そして新田くんがフォロー。ナイス。新田くんがセンタリングできるか。日向くんにセンタリング。いきなりシュートするか。ダイビングヘッド。どうだ。おお、キャッチに行く。またこのキーパーもレベル高そうだな。ウルグアイって誰がいるんだかな。ラモン・ビクトリーノとかそうなんじゃなかったかな。監督大事な情報教えてくれないんだよね敵の特徴とかもう教えてくれなくなったもんな。情報戦に負けてるよねその時点でね。あ、ペナルティエリア外からの敵の11番のシュート。ここはもうパンチングでしょ。嘘。やはり日本の方がレベルが低いことが証明されたね。三角飛びしないとダメなんだあそこは。マジか。翼くん、ちょっと挨拶してやれ。じゃあ挨拶だ。ドライブシュート。うそー、ドライブシュート上の方行くんじゃない、打つんじゃない。おー、すごいところに日向くんがこぼれ球を拾ってくれた。ゴールエリア内からのタイガーショット。うそー、世界のレベルが高すぎる。なんだこのレベル。タイガーショットもドライブシュートも通じないなんて。エリア外からパンチングだ。しつこく。もう勉強しよう、世界を勉強しよう。あんな遠くからねシュートを打たれて三角飛びやっている場合ではないぞ。最後まで諦めずに行くぜ新田くん。うそー、パスカット力が半端ねえなウルグアイ。ジト君タックル。さあパスカットの新田君、届かない。ロングシュートばっかり打ってくるね。パンチングだ。三角飛びはしないぞ。エリア内からだったら三角飛びする。あ、やっぱりビクトリーノだ、覚えてた。ラモン・ビクトリーノ。カミソリタックルしたいけどそんなんないんだよねマーク。かわされた。松山くん、よし、勢い弱まったか。よし、あー、カズオくん取れない。三角飛びだ。ここはビクトリーノのシュートを止めろ。おー、キャッチはできなかったけどナイスパンチング。美咲くんがフォロー。うわ、深いところ。美咲くんなんとかドリブルで。あ、ビクトリーノ来た。パス。新田くんいいところにいる。美咲くんかわして隙をついてパス。オッケー、新田くんに通った。さあ日向くん深くまで行って、結構マーク追いついてないでしょ。日向くん、翼くんはまだか。よし、日向くん行け。一人マークがいる。もう一回だ。何度でもダイビングヘッドだ。うちのエースは君だ。うそー、日向くん。あ、自分でフォロー。
ここはもうタイガーショットだ。シュートできない？なんだって？あ、皆さん、今の致命的だ。見てください、ガッツがなくなった。そういうタイガーショットの止め方あるんだね。隙をついてパス。嘘。ヒューガ君確かにパスは一番苦手だからな。こいつ、このディフェンダーにマークされてシュート打てないって、そういうことあるのか。じゃあ相手がシュート打とうとしてるときマークは結構効果的っていうことだよね。松山君ナイスカット。これ前半で追いつきたい。よし、曽田君もうシュートだ。カミソリシュート。このゲーム何でもありだ。あー、甘くなかったか。前半で追いつきたかった。あー、時間稼がれた。南米のドリブルですよ今の。時間を使われた。メンバーチェンジしようか。どうしよう、新田君に。もうこれは攻撃しないといけないから、美杉君をフォワードに入れよう。ディフェンス石崎と変わってもいいんだけどね、ま、勝ってる時はね。さあ美杉君と話そう。まだまだ負けたわけじゃない。やっほー、やったぜベイビー。ビクトリーの腹立つな。行くぞ。さあ勝負だ。最低でも引き分けないと予選敗退が決まってしまうぞ。グループリーグ敗退が。全員タックルだ。うわー、名もなき敵の6番にかわされるっていうね。ここはパンチングだな。よし、ビクトリーの以外はパンチングだ。よし、いいぞ。前半最初の美咲くんにパス。カットされるなよ。うそー、今空いてたじゃんよ。あ、美咲くん来てくれた。うわー、パスされたか。うわい、キープ力も半端ねー。あ、ジト君、ここはパスだよね。パスカット。よし、来たー、ナイス。こぼれ球。うーん、うわー、すごいところで。あ、これはもう三角飛びだ。よし、ガッツが心配です。若島津くん、ベルギー戦の2の前にならないように。美咲くん、パスカットじゃない。もう何言ってるかわからない。さあ翼くんはどこだ。あ、後ろにいる。翼くんに渡して。さあエリア内でドライブシュートしたいね。美咲くんとゴールデンコンビなんだけど本当はね、ここで。ドリブル。よし、敵はパスにかけていた。ドリブル。あー、カットされた。うそー、翼くん勢いがなくなっていたか。もう一人抜いてと思ったけど、スカイラブパスカット失敗だ。なぜかディフェンダーがドリブルしていく。それが南米仕込み。あ、翼くん追いついた。自分で取られたボールを取り返せない。これで完全にもう敵の3番の方が翼より攻撃守備ともに上っていうことだよね。そして自分でシュート。南米仕込み、ふざけんな。そんなシュートが入るか。日本をバカにするんじゃない。さあ翼、何度でも行け。3番にカットされたけど、美杉くん、美杉くんを使っていきたいね。さあ美咲くんがドリブルして、美杉くんを使いたい。翼くんもいるか。あ、3番怖い人が来た。敵の3番怖いよ。美杉くんはどこだ。美杉くんどこにいる。落ち着いていこう。時間かけてもいいよここは。あー、そこか。じゃあ日向くんにセンタリングだ。きたー、日向くん。トラップしてタイガーショットかオーバーヘッドか。トラップだ。
何度止められてもタイガーショット。このキーパーはそういう空中戦、あ、こっちは強いのか、全部効かない。7分50秒、1点が遠い日本代表。来た、三杉くん、三杉くんパスカットで日向くんタックル、あー、タックルできないのか。おお、取った、すごい、三杉くんペナルティーエリア内で。パス、翼くん、正尾がドフリーですね。正尾にバックパス。さあ、もうスカイラブツインシュートに全てをかけるか。残り3分50秒、決めてくれ。日本の望みはこれに。ああ、しかもキャッチに行かれてる、ダメだ。でもスカイラブツインとか使っていって、ちょっとみんなのレベルの底上げが必要ですね、これはね。うん、チームとしての戦いとして負ければしょうがない。ジート君ナイスカット。あー、初めてですね、南葛中から初めて1点も取れなかったのは。あのキーパー強かった。ヒューガの元にブラックボールが送られた。ヒューガはネオタイガーショットを身につけた。マジですか。残り3試合。あ、違うな。5チーム総当たりだから残り2試合か。いやー、今回負けてしまって2連敗なので、ね。しょうがないですね。今回は、みんなのレベルを上げる戦いになるな。次回お楽しみに。ポルトガル戦です。